東京都知事選のポスター問題ですっかりお騒がせのパンちゃんリナ、フリー、が6月22日、この件については、試合前についてはノーコメントでと語った。パンちゃんは23日に東京、国立代々木競技場第二体育館で開始される、ノックアウトカーニバル2024スーパーバウト、ブレイズ、デーアイリン・ゴンザレス、アルゼンチン、と対戦する。 この日は前日計量が行われ、パンチャン、ゴンザレスともに規定体重のから 48.0kg ジャストで計量をパス。その後に行われた前日会見でポスター問題についての質問が飛ぶと、試合前についてはこの話題はノーコメントでお願いしますとピシャリ。また、今回の件が精神面で試合に影響する可能性については、サポートしてくださっている方がいるので、そこはない、と否定した。 ノックアウトの山口元気代表は、現在、パンちゃん選手はジムに所属せずフリーの立場で活動しているので、本来ならジムの会長さんから、こういうことがある、などと報告を受けるが、一人で行動しているということで。こちらとは試合での連絡のみでの関係なので、なかなかああいうプライベートというまでもないが、活動に関しては感知しきれていない部分もありますので。 実際にああいうことが出てびっくりしたところなんですがただ試合出場に関しては粛々と進めていくということかなと思っている今後はこういうことは必ず相談してもらいやめろという権利は僕らにはないんですが話し合いはしていきたいと思っているなどと語ったパンちゃんは20日に告示された東京都知事選で NHK から国民を守る党の立花高志投手が提案した ポスター掲示場をジャックせよ計画に賛同都内の一部の掲示場ではパンちゃんのポスターが24枚貼られ大きな波紋を呼んでいるパンちゃんは試合についてはまずは復帰からの一発目進化した姿を見せます以上です対戦相手と大きな慎重さがあることについては今回は対戦相手というよりも自分がいいパフォーマンスが出せることだけに集中して練習してきたので そんなに気にしていないなどと自信を見せた。また今大会には、岩流島バーチャルファイト、5月3日配信、でプロ初黒星を喫したルシア・アプデルガリム、アルゼンチンも参戦しているのだが、アプデルガリムへのリベンジについては、結果を残さないと発言する権利はないと思っている。言い勝ち方をして一試合ずつ見せていったら、そういう考えにはなるかなと思ってもらえると思っているので、 今の段階ですぐにとは考えていないと語った。